東海豪雨は2000年9月11日から12日を中心に愛知県名古屋市及びその周辺で起こった豪雨災害。東海集中豪雨とも言う都市水害の恐怖を実感させる大きな被害で話題になった。東海豪雨は地域的に定着している通称である。後に激人災害に指定された。以下の地名はすべて豪雨発生当時の自治体名で示す。 2000年9月7日頃から本州付近に周雨前線が停滞しており11日から12日にかけて台風14号の東側を回る断湿気流が前線に向かって流れ込んだため前線の活動が活発となり愛知、三重、岐阜県の東海地方を中心に雷を伴った非常に激しい雨が降った11日夕方頃から 名古屋市をはじめとする中京地区を中心とした広範囲にわたり大きな被害をもたらし、2日間の積算降水量は多いところで600ミリ前後に上った。名古屋市では11日の非降水量が平年の9月の活降水量の2倍となる428ミリとなり、2日間の合計降水量が567ミリに達した。 愛知県東海市では11日の午後7時までの1時間に114ミ、mm、リメートル、飛行水量492ミ、mm、リメートルを記録した。このため、名古屋市周辺で多数の浸水被害が生じたほか、中部地方太平洋側の広い範囲で浸水、稼働護岸の損壊、崖崩れ、土石流などによる災害が発生した。この災害により、愛知県名古屋市、市宮市、 春日市、西春日郡西勝町、西春町、清須町、西日和島町、新川町,町、豊山町、豊明市、半田市、刈谷市、大府市、岩倉市、東海市、下郡三浜町、東浦町、海府郡地木次町、大春町、北下楽郡稲部町、岐阜県稲郡上谷萩町の21市町に災害救助法が適用された。 名古屋市周辺で最も浸水被害が激しかったのは、天白区、野波地区で、天白川とその支流の藤川の堤防に囲まれた、丁内地が水面より、はるかに低い地形だったため、雪輪を失った雨水が集中し、ポンプ場から天白川に排水した水が、そのまま、藤川の支流の合下川を逆流して、再度、野波地区に流入するという悪循環を繰り返し、 やがて地区の住宅の1階は完全に水没し住居内での溺死者も発生した。ポンプ場も浸水して機能停止したため水が引くまでに相当の時間を要することとなった。一方、もともと旧市街地を洪水から守る省内川放流路としての新川荒井関の向こう側に広がった名古屋市内の省内川水系新川では 長さ100メートルにわたる破堤があったほか、愛知県内で少なくとも10カ所で破堤し、名古屋市中川区下野一式町では、荒井関での分流にもかかわらず、省内川が、堤防港を越えて一水するなど、各地で多数の古支流があった。下野一式町三角地区のうち、県道の端より南側にある集落は、浸水により、居住不能となり消滅した。この結果、進化は流域。 省内川、流域、天白川、流域、境川、合津間川、流域、名古屋市周辺で多数の浸水被害が生じた。岐阜県では矢作川流域を中心としたぐみ南地域に多大な被害が出たため、この豪雨に関して岐阜県内に限ってはぐみ南豪雨とも呼ばれる。この地域では家屋が壊れたり流されたりする深刻な被害が出た。 しかしマスコミ報道では、比較的被害の軽かった名古屋市周辺の報道が集中し、取り上げられることはほとんどなかった。期間降水量は三重県滝郡宮川村で1090ミリとなったほか、四国から東海地方で800から1000ミリに達した。大雨は静岡県、山梨県にも及び、これらの広い地域で2日間の合計降水量が、 200から400ミリとなったところがあった。消防庁によると、東海地方で10人が死亡し、全国で115人が重軽傷を負った。経済的被害は2700億円を超え、1959年の伊勢湾台風以来の水害となった。東海道新幹線東海道新幹線は、11日の昼頃までダイヤ通りの運行が続いていた。その後、 名古屋市付近で警戒水準を超える豪雨を記録したにもかかわらず、東海旅客鉄道は名古屋地方気象台発表の予報が、ここまでの豪雨を予想していなかったことと、いずれやむだろうという期待を含んだ見通し、遅れを最小限に留めたい、運休は避けたいという河西隆行社長の意向があり、東京駅からダイヤ通りに新幹線を発車させた。しかし、 雨足が強まっていく中で出発した列車は、徐行と停止を繰り返しながら、遅延を拡大させ、結果的に、東京駅前原駅の間で70本近い列車が団子状態でストップし、全面的に不通となった。列車が運よく、駅ホーム内で足止めとなった乗客は、改札を出て駅近くのホテルなどを利用できたが、最終的に5万人を超える乗客が、車内に取り残され、 一重を明かす事態となるこの乗客の中には、翌12日からの阪神甲子園球場での阪神隊が圧戦に出場する読売ジャイアンツの選手も何名か含まれており、12日に新大阪駅にたどり着いたが、12日の試合は中止となった。天候が回復した翌日もダイヤの乱れは続き、当時の望み20号は22時間21分遅れで、 終点の東京駅に到着するという開業以来最悪の遅延を記録した。JR 東海は数多くの乗客が車内で運行再開を待つ結果となったことについてもっと早く運転見合わせするべきだったという批判にさらされた。また、この事態について運輸省も JR 東海に事情の説明を求めた。数日後の社長定例会見では 社長である火災が、あれは未曾有の大災害が原因で、正常で適切な運行だったと発言したが、この発言にも批判が集まり、後の会見では、多くの乗客にご迷惑をおかけしましたと陳謝する事態に発展している。地下鉄名古屋市営地下鉄も各地で運転見合わせが相次いだ。結局、 名古屋市内を走るすべての地下鉄が全面的に運転再開を果たしたのは13日の午後以降になった。なお、上飯田線と名城線の砂田橋駅、名古屋大学駅新玉橋駅間、桜通線の野波駅、徳重駅間は当時未開通。在来線 JR 東海の在来線では11日、夕方から列車の運転が規制され、名古屋駅構内では、 帰宅困難者で大混乱となった。東海道本線の下り岐阜方面行きは11日シニアに、一旦雨足が収まり運転が再開されたが、美和島駅清瀬駅間や稲沢駅付近で、浸水被害のため数本の列車を運転しただけで、再び運休となった。翌12日は、朝から全面運休となり、午後6時頃まず、岐阜方面が復旧した。この時点では、 稲沢線を経由した復旧だったため、清洲駅、稲沢駅に列車が到着したのは13日の始発からであった。また、豊橋駅方面は、大府駅、藍島駅間の境川橋梁付近の浸水が特にひどく、全線復旧は14日の夕方4時半であった。また、中央本線をはじめ各線でも遅延運休が相次ぎ、高蔵寺駅でも浸水し、 券売機や駅に入る、商店街などが水に浸かる被害を受けた。名鉄名鉄では、西浦島駅や、下小台駅付近、塚口駅とその構内にある、新川県尺、車庫などが水没した。犬山線の上、小台駅以北と名古屋駅のアクセスは、鶴舞線直通により対処できたものの、犬山線残存区間、名古屋本線堺西駅から新一宮駅間と、 津島線は9月13日22時頃まで運休した。この災害により多数の車両が被害を受けたが、8800系などの大半の車両は修理を受け復帰した。しかしながら製造自体が古い5500系は修理を断念し、同啓発の廃車となった。各家庭でも水没、秘密により多くの電気製品が故障した。 高度な電子制御をしていない電気機器などは、きれいに洗浄、乾燥させることで再利用が可能なのもあったが、大半の電気製品は買い替えを要することとなった。地元電気店では、安値の大売り出しを実施し、被災者に配慮した。重要データ企業や観光庁等では、多数のパソコンが水没し、高額な修理交換費用も、さることながら、重要データ消失の危機にさらされた。 だが、水を浴びた状態で通電したものや水没後にサビが発生したものを除けば、ハードディスクの機密性の高さが幸いして、データ消失の損害は最小で済んだ。この種のデータ消失リスクに対しては、RAID やバックアップテープなどが効果を発揮しないため、遠隔地にデータセンターを設け定期的ににデータをバッックアップするることが行われる契機になった。 水没して動けなくなった多数の自動車が数日間路上に放置され、修理費用が新車購入費用を超えるケースが多く、多数の自動車が廃車となり、処置が危ぶまれたものの、大きな被害を受けた車両を除き、被災後には中古車業者や解体業者が退去して押し寄せ、引き取っていった。流通災害発生中には、名古屋市内全域に大渋滞が発生し、 場所によっては1時間に100メートルも進めない状態となった。このため食料品を中心に流通が麻痺したこと、市民の買い出しが集中したことも影響して、直接的な被害を受けていない地域においても、コンビニエンスストアやスーパーマーケットの棚から、食料品が一時的に消える事態となった。生鮮食品は配送トラックの中で消費期限を迎え、店舗に到着した段階で、 廃棄処分が行われた。名古屋駅周辺のコンビニなどにおいても同様のケースが発生したものの地下街のマクドナルドが帰宅困難者のために深夜1時過ぎまで特別営業を行った。中部電力管内の各エリアで停電が相次いだことから信号なども止まり道路冠水の影響で車を放置して歩く人が相次いだため車が動かない道路が多くあり渋滞から 緊急車両が現場に遅れる事態も相次いだ。プロ野球当日は試合がなかったものの、翌日から名古屋ドームで開催予定だった中日ドラゴンズ対広島東洋カープ戦が冠水のため中止。さらに前述の阪神甲子園球場で開催予定だった阪神タイガース。読売ジャイアンツ戦も新幹線の普通により、 巨人の出場選手が12日に新大阪駅に到着したため、疲労により対等な条件での試合開催は不可能であろうと、阪神タイガース側から申し出があり、12日の試合は中止になった。このほか、名古屋ドームの地下駐車場に駐車していた岩瀬人則投手の愛車、キャデラック、地上に止めてあった金田人志内野手の愛車、BMW、 神の純一内野手の愛車、日産、スカイライン GT-R が水没し、当時二軍マネージャーだった、北野勝則の西日和島町にあった、自宅マンション付近の新川の堤防が決壊し、敷地内駐車場に停めていた愛車が流されるなどの、被害があった。メディア発生後の同年9月16日に、テレビ、東京系列で放送された、バラエティ番組、出没、アドマチック天国で、 名古屋市、名駅を取り上げた際、番組のオープニングとエンディングで、東海豪雨で被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。1日も早い復興を心よりお祈りいたします。というテロップが画面下部に表示されていた。ありがとうございます。